11番の問題を読みましょう。少し読みづらい字もありますね。じゃあ読んでみましょう。深夜放送を聞いたが、思うに音楽番組でした。深夜というのは真夜中にのことですね。皆さんはそんなに遅くまでは起きていることはないでしょうね。早く寝るんですよ。この時にね、気をつけてほしい字がこれだけあります。夜という字、ここの放送の方の字、そして、音という字ね、これ全部、それとこことこの4つちょっと注意深く見てください。夜という字は必ずまっすぐ下へ行って横一、まっすぐ下ろして横一、まっすぐ下ろして横一になってますね。ところが主に、これ主人の主とも読みますね。これは斜めに入ってるでしょ。斜めにこう入ってる。他の夜、それから放送の方、それから立つ音楽の音の上、全部こう縦まっすぐになってますね。斜めになっているのとまっすぐのとあります。これに気をつけてください。このまっすぐになっている字は、これは鍋蓋と言います。皆さんも知っているように、鍋の蓋いうのはちゃんとまっすぐについてますね。斜めになっていると倒れてしまいます。で、これはお家、家の屋根の方のことを表しています。だから家の屋根というのは、だいたいこうまっすぐにこうなってますね。上にこう丸くあって、それでこれはまっすぐ書くことになっています。ところが主人の衆は、これは屋根ではなしに、王様がいて、王様のこの帽子のあたりなんだよという、こういう意味を表しておりますから、これはちょっと横にやります、斜めにやります。これと同じのようなのが、お話のこと、言うという言葉がありますね。ごんべんという字、話とか電話の話ね、それから国語の語もそうです。時計の計、日記の記、それに読むという字ありますね。こういう字は全部ごんべんがつきます。この字は全部斜めに入れます。斜めに使うのはこの主人の主、そして言うという、この二字と、これが元になっている字だけで、あとは全部鍋蓋ですから、必ず縦横きちっとまっすぐに書きましょう。さあ、この3つとこの一つとは違うので、それをよく覚えておいてください。それから皆さんがよく間違えるのは、この放送の方ですね。こう書くんですね。皆さんのよく間違える子はこう書くんです。ここを続けてはいけません。必ずここはこのように離して書きます。これをの文、ののという字と、それから文章の文と似ているから、それでの文というんでしょうね。別な言い方は牧女とも言います。牧場の牧という字がこう書きますね。だからそれの左側が変、こちらが変ですね。これ牛変と言います。右側が尿と、作りです。これでこの方を牧尿と言ったりします。というか、この書き方は間違ってますから、必ずここは一旦離してくださいね。そしてもうちょっと間違う字がここにあります。深いという字、この深いという字は絶対にこの上、点、こういう字を書かないでくださいよ。こんなんと違いますよ。必ず上はこういう点はいりません。必ずわー書いて、はーとは違うんです。はーでなし、こうキュッとこう曲げますね。そしてきという字を書きます。カタカナの方ではありません。ひという字です。いや、きという字ですよ。これ間違いないね。水の中で、これは穴という字からできています。穴の方へ木をぐーっと、木とか手で奥の方へ、奥の方へ深いところまで探っていくという意味で、そしてこんな字になっているんですね。それからよく間違う字は、皆さんこの送るという字をよく間違うんですね。送るの一番よく間違うのはこの字です。こう、あ、ごめんなさい、こうでなしに、そう、こういう字を書く子が多いんです。ここ突き抜けている。突き抜けてはいけませんよ。これは絶対に突き抜けてはいけません。これはいらない。必ずここは、そう書いて、点。
点みたいな字ですね。それからよく間違うのはこれです。聞くという字、ここよく見てください。中に耳という字書いてありますね。耳という字で、このようにこの耳、皆さん習いましたね。この耳ではないんです。ここはここはよ、ここはね、ここで止めます。これ止めます。この門構え、これが門という字ですね。門の中に耳があります。門のそばに行って、よそのうち行ったら、もしもし、こんばんは、山下さんですか、いらっしゃいますかって、こう片っぽの耳でこう聞くね。そしたら片っぽの耳がちょっと見えなくなっている。だから耳の方のこの両方のこの耳が出ないで、片っぽだけは出さないで、こちらだけ出ているようになっているんですね。だからこの門構えの中に耳を変えた場合は、片一方の耳だけで聞いているから、こちらは出してはいけません。これこう突き抜けた場合は間違いですよ。普通の耳のように両方ピュッと突き抜けたら間違いになりますね。これよく気をつけてください。ここが非常に大事なところ。それからもう一つ、ちょっと間違いとは言えませんが、変な字書くのはこの万有字です。こういう字を書く子が多いです。皆さんの中にも多いですよ。のごめ、のこめ、ここまではいいんです。で下にたをこう書くんですね。この上の方がこのままポンとなっている。必ず上は下の田んぼの上にずっとかぶってくるように書いてくださいね。上の方でぴょんとこう短いままにしておきますと、変な字の形になります。このあたりをよく気をつけて、そしたら皆さんの方で、11番の問題ですね、これを今度は漢字混じり文に書いてみてくださいね。それでは11番を練習してください。その間テープは止めてください。書き上がったらまたテープをスタートしてくださいね。それではテープをストップ。